ってきたのが火星方形だと分かりますかと質問いただきました。分かりません。分かりません。意外と鈍感です、女性のあそこっていうのは。別に分かんないですね。だって川でしょ、川だし、しかもだって入るときっていうのはさ、まあコンドームをつけているでしょう。でコンドームさ、火星方形の人がさつけるときのさ正しいつけ方ってさ、一回そのコンドームをつける前にその皮を全部下ろして下に溜めて、でよいしょよいしょってコンドームつけて、でその下に溜まった皮をそのコンドームで一回よいしょって覆って、そうするとちょっとこうね、ちょっと真ん中ら辺にもちょっと上がるでしょ、ちょっとよいしょってなって、さらにその皮を乗り越えて根元までしっかり閉じましょうっていう感じだから、そうするとまあ一体化しちゃってるよねもうね。こういう感じでね、こうあってちょっとこうなるぐらいでしょ。このね、このちょっとの段差ね、わからないって。わかんないよこれ、ちょっとの段差はね。はい。まあもし、でも私は気づくよっていう女性ももしかしたらいるかもしれないんでね、あそこの感じ方っていうのは本当人によって様々ですので、いろんな体験談募集しております。最後までご視聴ありがとうございました。また他の動画にも会いに来てほしいな。もしよかったらチャンネル登録と評価ボタンをポチッとお願いします。